ドッグバイビエットサウ。速報、渋野日向子は74、畑岡奈紗は73でホールアウト。JM イーグル、ラ選手権初日、25日。米国女子ツアーは第1ラウンドが進行している。先週のシェブロン選手権で今季初の予選通過を果たした渋野日向子は2バーディ5ボギーの74。トータル3オーバーでホールアウトしている。1番からスタートした重野は2番パー5でボギーが先行。3番で1つ取り返すが、8、9番でも連続ボギーを叩き、ハーフターンした。後半も1バーディ2ボギーと波に乗ることができず、苦しい初日となってしまった。2022年の大会覇者、畑岡奈紗は、3バーディ3ボギー1ダブルボギーの73で2オーバー。稲見萌寧は、1バーディ6ボギーの76で5オーバーでホールアウトしている。西郷真央は7ホールを消化して2アンダー、古江彩佳は2ホールを消化してイーブンパーでプレーしている。吉田優利は日本時間午前6時5分に1番からティーオフする。現在トップは7アンダーでグレース・キム、オーストラリア。1打差でマヤ・スターク、スウェーデン、シャネッティ・ワナセン、タイが続いている。渋野日向子選手の初日のパフォーマンスについて、様々なファンのコメントが寄せられました。彼女のラウンドは期待外れであり、多くの人々が彼女の将来について懸念を示しています。はじめに、多くの人々が渋野日向子選手の現状を憂慮しています。彼女のスイングに関する厳しい批判が寄せられており、特に横振りスイングに対する指摘が目立ちます。このスイングは彼女にとって不利であり、スコアに直結しているようです。また、彼女のスコアがトップ選手との差に対して非常に大きいことに驚きを示す声もあります。さらに、渋野日向子選手の将来についての考察もあります。彼女の今後のキャリアについての懸念が表明され、特に日本国内外での競争が激化していることが指摘されています。彼女が今後どのように成長し、対応するかに関する不確実性があります。また、他の日本の選手たちにも注目が集まっています。畑岡奈紗や稲見萌寧など、他の選手のパフォーマンスについてのコメントもあります。彼らの成績も厳しいものがあり、日本の女子ゴルフ界全体に対する懸念が反映されています。最後に、渋野日向子選手のファンからは彼女を応援する声も上がっています。彼女の今後の試合に対する期待が高い一方で彼女のスコアやパフォーマンスに失望する声もあります。彼女にとってこれからの試合でどのように改善していくか、注目が集まっています。以上のように、渋野日向子選手の初日のプレーに対する反応は様々です。彼女の将来についての議論が盛んに行われており、彼女が今後どのように成長し、競技会で成功するかが注目されています。